実業家、鎌倉東進創業者、取締役、横浜国立大学経営学部非常勤講師、経済産業省おもてなし経営企業選選考委員、特定非営利活動法人いい会社を増やしましょう理事、神奈川県横浜市出身、2010年3月より運用を開始した投資信託。 ユ2101の運用責任者として活躍している。経済的な指標だけではなく社会性も重視する投資先企業を全て公開すると従来の常識を覆す投資哲学で運用されている商品ながら、個人投資家1万6000人以上、純資産総額230億円超、2016年8月時点となっている。2013年には、 格付け投資情報センターでも日本一を意味する最優秀ファンド賞を獲得。1992年、東京理科大学工学部卒業後、住友信託銀行に入社。2000年、バークレイズグローバルインベスターズに転職。企業年金、公的年金などを中心に、株式、為替、資産配分等、多岐にわたる運用業務に従事し、ファンドマネージャーとして、 数兆円を動かす実績を持つ。2008年、2007年から2008年、大病を患ったこと、そしてリーマンショックをきっかけに、それまで10年近く進歩してきた、金融工学、数式に則っ,った投資、金融市場のあり方に疑問を持つようになり、志を同じくする仲間4人と、鎌倉投資株式会社を創業。2010年、投資信託。 ゆい2101の運用責任者。2012年、横浜国立大学経営学部非常勤講師。ありがとうございます。